ちは、ここは JR の立川駅です。本日はこれから南武線の廃駅を行脚していきたいと思います。よろしくお願いいたします。さて、まず南武線に廃駅がある、これ自体意外に思われる方も多いでしょう。南武線はもともと南武鉄道という私鉄から始まりました。私鉄というのは近距離輸送を主な目的としていますから、期間距離が短いということは往々にしてございます。今の JR 南武線でも駅間距離は短いわけですが、当時は今よりも増して駅数が多かったわけです。しかし時は1944年、昭和19年、太平洋戦争が激化しています。当時の国としては鉄道に関して路線の持ち主やレール幅を統一することにより、物資輸送の効率化、ひいては戦局の好転を図りたいというわけです。それに国家総動員法がありますから、強制的に私鉄を買収することもできます。当時の私鉄各社は電報一つで政府に呼びつけられ、反強制的に買収に同意させられたそうです。断ると非国民扱いされますから、鉄道会社としても非常に断りがたい。というわけで南武鉄道は商船南武線として国有化されました。このタイミングで利用の少ない駅、停留場はことごとく廃止されたわけです。それが今回巡る廃駅でございます。今回このチャンネルは多摩交通局ですから、東京都内多摩地区の廃駅しか巡りません。今回巡るのは東立川、旧西府、本宿、南部これまさ、多摩成績口の5つです。また今回巡ります廃駅は、当時の正式名称では丸々停留場と呼ばれておりました。この停留場というのはポイントのない駅、端的に言えば行き違いができない防線駅のことを指します。このような駅は現在の JR や私鉄各線では単純に駅と呼ばれております。ですから今回は呼称を停留所ではなく駅として統一されていただきます。こっちの方が分かりやすいですし、またイメージもしやすいと思うからです。あらかじめご承知おきください。まず最初に紹介しましたのは東立川駅、昭和19年廃止でございます。こちらは地図を印刷しましたが、このように非常に見づらい。これは今昔マップといいまして、国土地理院の昔の地図と今の地図を同時に比較できる地理クラスター御用達の優れものでございます。これは昭和12年修正とありますので、右から読んで東立川と書いてありますが、現在の地図では丸の1です。現在はこちら線路奥の若干盛り上がった茂みが旧東立川駅、土手のようになっていますから、多少は駅の姿をイメージできるかもできないか微妙なところでございます。ちなみに隣の西国立駅は国立市ではなく立川市にあります。なぜ立川市にあるのに東立川を名乗れなかったのかといえば、この廃駅が原因です。西国立という名前はネタ切れの末に編み出された苦肉の策でございます。颯爽と駆け抜ける E233 系を見送りまして、続いて紹介しますのは西府駅、昭和19年廃止でございます。おい待て、西府駅は現役じゃないのかい。これは現在の西府駅よりも立川型にありました旧西府駅でございます。ここで地図を見てみますと、古い方の地図を見ると商船を示すシマウマ模様の線の白い部分に縦線が入っておりません。これはかつて南武線が単線であったことを示しています。現在は複線になっているため、切り通しが拡幅されて当時の面影は残っておりません。ここに何か言いたげに階段があります。駅の名残かどうかは分かりません。ただの保線用かもしれません。駅がかつて存在したことがきっかけとなって保線用階段が設けられたのかもしれません。ここで昭和16年の航空写真をご覧に入れましょう。ここが旧西府駅です。線路西側、先ほどの階段の位置に何か構造物があります。やはり関係がありそうな気がします。
続いて紹介しますは本宿駅昭和19年廃止でございます。営業期間が短すぎて国土地理院の地図に反映されなかったかわいそうな駅です。現在の西尾駅より若干川崎型徒歩2分程度と実にほど近いところにある廃駅です。ホームの面影はこのように全くございません。つゆほども残っておりません。ネットで検索したところ、この細いどん詰まりの道がかつての駅前通りだったとの情報がありました。これら2つの駅が廃止されて以降も地域住民の駅復活を求める声は大きく、署名活動や衆議院での要望が行われていました。しかし国鉄は谷保・分倍河原の駅間の短さを理由に渋っていました。国鉄分割民営化以降 JR になって新駅設置への動きが加速し、2009年平成21年に65年の月日を経て開業したのが現在の西府駅です。地域住民にとっては実質駅の復活に等しいものだったと言えるでしょう。4つ目に紹介しますのは南部これまさ駅。昭和7年まではこれまさ多摩川という名前でした。この地図は大正10年の即図ですから、これまさ多摩川と書かれているのがわかります。西武多摩川線のこれまさ駅から直線距離にして400メートルほどのところにあります。現在は武蔵野貨物線と南部線が交差する地点です。武蔵野貨物線は昭和の時代にできた比較的新しい路線でありますから、南部これまさ駅があった時代とは線形が著しく変化しており、名残を感じ取ることはほぼ不可能であります。しかも実地調査後に当時の航空写真を調べてみましたら、ホームがあるのは反対側、線路西側のように見えました。下調べの不十分さが露呈しております。今これ見逃しに撮影している謎の柱も廃駅とは一切関係ないものだったのでしょう。これらのことから、おそらく駅跡地は武蔵野貨物線などの線路が新設されたことにより立ち入れなくなっているだろうと推測されます。さて南部線の廃駅で最後にご紹介しますが、多摩成績内駅。これ昭和6年までは大丸駅と言ったそうですが、昭和14年に、貨物の、ね、南多摩川駅というのがどっかにあったらしいんですが、ちょっとこれは様子がわからない。それでこの南多摩川駅と、東北を移転して今の南多摩駅となったそうです。大正10年の地図なので大丸と書いてありますが、ちょうどカーブの、ね、ところに位置するのかなといったところ で現在はこうなっています。まあ、見事に高架化されててね、全く跡地らしきものは見当たらないわけですが、いや高架化というものはこういう跡地巡りをする者にとってはもともとの痕跡をかなり台無しにしてしまうものですから、まあ、残念なところではあるんですが、これのおかげで開かずの踏切が解消されるとか、そのような効果も見られますから、これ地元民にとっては大変よろしい効果でございましょう。いかがでしたでしょうか。当チャンネルのメインコンテンツは多摩地区の交通と一応はそのようになっておりますから、多摩地区にある廃駅だけを今回は巡ったわけですが、南部線の廃駅自体はこの先にも宿河原不動、丸子競馬場、旧武蔵小杉、武蔵中丸子と存在するわけです。いずれも廃止から長い年月が経過していますから、名残を見つけるのは容易ではないでしょう。しかし現地に行ってみて名残のない景色からかつての駅のある風景に思いを馳せるのもおつなものではありませんか。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、低評価よろしくお願いいたします。